皆さんこんにちは。こんにちは。マイゴジの刺身です。アボアボボンちゃんです。トルゴル TV 宗光です。宗光さんです。アボちょっと控えめなアボ。いやちょっとやりたかったですけどやっていいのかなって思って。やったらダメです。ダメですね。あ、いいです、いいです。せっかくやったらやってほしいんで、はい、ダメなんでやってないやりたかったな。アボ反対派なまだダメです。あ、やってないですもんね。絶対やらない。腕が折れてもやらないということでね、はい。北の子カントリークラブさんにお邪魔しておりまして、今回は福岡からの、はい、まあ、ゲストということで、はい、宗光徹さんに来てもらってます。はい。社会人ゴルファーの挑戦というチャンネルをやってますんで、はい、ありがとうございます。トルゴルフ TV、宗光徹、あのアマチュアゴルファーなので、はい、もういつもプロの方もばっかり出てて、もうすごいプレーの中にこうやってちょっとボギーボギーで、はい、あの申し訳ないです。いやいやいや、気をつけます。僕らダボダボ行くんで大丈夫。余裕で行きますからね。はい、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。気楽に行きましょう。気楽にちょっと、まあ前半は僕らのチャンネルで、9ホール、はい、放送していくんで、はい、後半は宗光さんの方のチャンネルで放送させていただくんで、ぜひ皆さんね、あの僕らのチャンネルもそうですけど、宗光さんの方もよろしくお願いします。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。このショートは162ヤード、風はほぼ無風ですね。ピン手前からね、ピン方向にちょっと下って、あ、8番アイアンでいきます。右に落ちていくんで、狙い目はセンター。ほう、ダメだ。おお、ナイス。そーん、ナイスナイス。あかんわ。よいしょ、あかん。7番で、はい、まあ、宗光さんに開けとかなあかんでな、ベタピンは。そうやで、気使ってよ。気使います。わざわざ福岡から来てくれる。いや、ほんまそう。シャンクしようかな。バンカー目玉ぐらい入れといて。ここへで、ここへ行こうかな。7で、おお、このさ、ピンドローヒッターむずいよな。むずい。おー、ナイスオンです。ナイスオン。よし、俺も刺身も落ちた瞬間ちょっと右行ってくれるのなんない。あれでもこの傾斜あるじゃん。そうか、あ、細に当たったのか。162、8番やで。うおお、勝ち飛び、勝ち飛び。ああ、ちょっと左乗るな。あ、でもこれも乗るな。うん、でかっ。ナイス。8番ででかい。お願いします。8番の程度ででかい。すごい。あ、すみません、ありがとうございます。触れてるっすよね。うん、振り切りがいいわ。振り切りは僕らみたいにビビってないもん。うん、ビビりまくってフォローで。ビビってしかないから。難易度 で言ったら北六甲どうなんやろ。北六甲はそんなに難しくはないと思うんですけど。はないと思うんですね。でも僕がちょっとね、グリーンが砲台なんで、はいはいはい、まあ、ちょっと調子悪かったら意外とスコア出ないんですよね。あ、うん、兵庫県も調べてたらかなりの数のゴルフコースってあるんですね。めちゃくちゃ多いです。めちゃくちゃ多いですね。2番目やったかな。あ、2番目に。1番北海道で、ああ、2番が兵庫県やったかな。一応日本ではゴルフ発祥なんですよ、兵庫県。あ、そうですね。そうなんですか。神戸ゴルフクラブが。ああ、神戸ゴルフクラブ。日本最古のゴルフ場っていう。1億年前かな。もうジュラ紀。ジュラ紀。ツッコミが早いですね、関西の方やっぱり。ジュラ紀もいまいちわからんしな。あ、わからんかった。ジュラ紀って何？どれ？恐竜の。あ、恐竜のね。絶滅する前。ジュラシックゴルファーね。あの、なんかうまいこと言ったな。ジュラシックパークみたいな。ジュラシックゴルファー。しょうもない笑いや。ラインはフックしてスライス。そうですね。はんはん。スライスの方が強いですか？どうやろう。ほぼまっすぐっぽいですけど ね。最初は速度出てるから多分あんま曲がらへん。ああ、なるほど。ええ音やな。うまい。あ、聞いたか。ストップよ。ああ、ナイス。怖。いや、もうこの傾斜やっぱそれぐらいはもういっちゃいますよね。ナイスパット。ナイスパット。僕はスライスだけか。
うまい。おお、うまい。強いわ。強いか。うん、ああ、ライン合ってたな。ジャストタッチやったら入ってたな。うわ、くる、くる。うわ、うわー、すげえ。入ったけどな。入った。入ったけどな。入ったけど。元だけ、転んだけ流しといてもらおうかな。もちょっと、またあげます。包んでくださいね。編集マンに2万円。2万じゃ足りないよ、多分。高えな、1だ。俺の1だ、高い。自分から行きましょう。見えたの？うん、こっちから。オッケー、ナイス。とりあえず、とりあえず取れた。落ち着きましたね、これで。落ち着いた。お疲れっす。とりあえず、とりあえず良かったです。すいません、おかげさまで落ち着きました。これアマチュアの方、このお二人と回って緊張しない方いないと思います、本当。いや、それちょっとあの見すぎじゃないですか。いや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 、もうマイゴルフ見すぎて。マイゴルフ、いや、もう本当みんな真似してますもんね、ゴルフ系の YouTuber さん。そうなんですか。はい。そのアボアボってどっからこう出てきたんですか。アボアボは欲しいなと思って、僕もそういうのが。アボアボは舞い降りてきたんですね。舞い降りてきたんですか。はい。なんか僕カラス好きなんですよ。はいはい、はい、見たらわかる。じゃあここに、はい、ここにカラスいるんですけど、はい、僕の実家の近くに公園が結構あって、はいはいはい、犬の散歩とかしてた時あったんですけど、はいはい、その時とかにアボアボって鳴くカラスがいたんですよ。カーカーじゃなくてですか。そうそう、アボアボ鳴くやつがおったんですよ。で、聞き間違え。で、それで、なんかその言ったらなんかしっくりきちゃって、その手も、手も動作もつけて。そう、あ、なんか、あ、カラスのくちばしですね。くちばしみたいな。あ、なるほど。変でしょ。はい。はい、やって。いきなりこうアボアボ言った時に、はい、なんかコメント欄とかそういうなんか視聴者さんの声ってあったんですか。いや、特にないですか。特に何もなかったっすよ。すアボアボって何。いろいろあったんですか。アボアボって何みたいな。今でもアボアボ何ってきます。まあアボアボのもう形がかなり変わってきましたからね、今。もうアボカドとか言い出して。もうアボカド、アボカド。しゃ、ここはコース内置くぞ。ほほい。オッケー。えい。どこ行った？すげえ球。地面。地面行った。地面の中行きました。モグラ？うん。技やね。すげえ。地面の中潜っていきました。おお、あざす。何？パクパクできた。すげえ。あざす。ちょっと狙ったみたいになってへん。狙ったみたいになってへん今。え、狙ってないですか？狙ったよ。高さこんぐらいやったですね。あざす。潜らす。もうやばいね。これはもうずっとま危ないずっとまっすぐのコースです。まっすぐです。まっすぐ。ちょっ、うん、まっすぐ。はい。ほぼまっすぐで。まっすぐで。でも飛ぶ人は若干右のライン行くと隣行っちゃうかもしれないんで。あ、なるほど。若干ぐらいかな。そうですね。左、ちょっと左サイド。ラフとフェアウェイの境目ぐらいが狙い目ですね。わかりました。うん、大丈夫。うん、キックしろ。キック、キック。あ、出てきたっぽいな。オッケー、来たかな。捕まっとる、今日ねえ。いいターンする。あれ、ここか。
ちょっとカメラマンさんも入れたいです。 ありがとうございます。いや、なんか何といってもね、宗光さんとカメラマンさんとの掛け合いが、そうです、ちょっと紹介させていただいて、はい、もうあの普段もうほんとプレイせずに、あの、そうそう、ね、後ろにもプレイせずに撮影だけ、はい、はい、でも今、まだ100切ってないんですよ。そうなんです。でそこからこうね、あの、はい、今から100切りに挑戦する企画とか、はい、はい、じゃあレッスンいろんな方に向けて、今後出てくる可能性は結構、いやいや、もう今度来月ですかね、タイに、はい、初めてちょっと海外でまだゴルフしたことないので、チャンネルでこうタイに行って、で、100切らないとタイから帰れませんっていう企画を、はい、怖いの、はい、バリカ国境2年かかる大丈夫、3年半で71いたらだから、そういったちょっと変な企画もやってるんで、よかったら見てください。お願いします。面白いですね。そうです。今はもうとにかくいろんな方にこうレッスン聞いて、うんうん、レッスン受けて、はい、でもうやっぱりゴルフって理論がなんかいっぱいありますよね。そうですね。じゃあどれをこう参考にしたらいいのかっていうのが分かんないから、チャンネルで試行錯誤今ちょっとやって、難しいところですよね。難しいですね。やっぱり多分同じ悩みのアマチュアさん結構いっぱいいらっしゃると思うんですよね。そうです。やっぱこう情報が簡単に手に入るようになっちゃったから、そうです、はい、だからこそその取捨選択が難しい。そうですね、ほんと。でもやっぱ合ってる合ってないありますからね。いや、はい、でもさっきのあの1本目の動画の話じゃないですけど、はい、やっぱ自分でそれもやって試してみて、そうですね、でしっくりくるのをやるっていうのが確かに理屈としては分かりやすいなと、うん、はい、なんか言葉も違うじゃないですか、はいはいはい、同じこと言ってても表現が違うから。あ、そうですね、レッスンの方の、そうですよね、うん、だからその人の言葉がしっくりくるかどうかも重要ですよね。いや、確かに本当そうです。ええってなったらもうやめた方がいいね結構例え話でレッスンの方されるから、それ野球で例える人もいれば、ちょっとそこがなんかこう分かりやすい人と分かりにくいところと、それはあったりするんですね。そうですね、ありますよね。はい、200ちょうど、はい、4番アイアンだよ。お、うまい、これうまい、入ってきた、勝ち馬、うわ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 、入りそうやった俺もこれやりて、調子悪、あ、調子悪いね、調子悪い、入らへん、あれあれ入らんかったら調子悪い、調子悪い、どんなチャンネルやな、あれ入らんかったら調子悪いうますぎるやろ、調子悪い青のジュニアチャンピオンやでな、こっちはいつの話194、5番です。ええー、音すごい、音これはええ来た、うわ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 、入った、ちょ、これ何これ入った入ったよ、入ったモザイクかけといてズームそんなズームそんなベタベタモザイクかけといていい、すっげえ、いやー、さすがプロです、すごい、いやいやいや、もう現役のカップ開けてます、大丈夫です、気を使って、ほんまは入れてましたけど、そうなんですよね、入れたいとこだったんですけどねすげえマジで近っ、福岡からのスピンで最後逃がしましたね、はい、162ヤード8番で、あ、ダブルよね、止まれよ、お、珍しい、あ、止まった、大丈夫、珍しい、珍しいよ、あ、メッチキャディさんにお願いします、あ、いいですか、お願いします、ここのキャディさんはもう皆さん素晴らしいんで、はい、お願いします、ありがとうございます、すいません、メッチキャディさん、ありがとうございます、スーパーキャディさん、ちょっと傾斜がありましたね、はい、もうちょっと出てきてほしかったですね、うん、ティーショット、うん、そうですね、なるほど、そのティーショットをさっき低く打たれたのは、はい、フェアウェイそうですね、なんかこの150エッジのところが一番狭いんですよ、なるほど、で、なんか僕、まあ球も高いし普通に打ったら結構まあ落としどころ狭い、はいはいはい、こうなってるし、はい、で、まあ飛ばしたらもう残り距離は確かに短くなるんですけど、はいはい、まあ、ちょっとまあそれこそあの辺で止まったら今の宗光さんみたいにちょっとライ悪い、まあ、ラフとかなるほどなっちゃうし、まあ右も隣のホールセーフなんですけど行っちゃったら、
もう出すだけとかになっちゃうんで、ね、意外とこう打ち上げてるんで、そうですね、体開きやすくて結構右行くんですよ。行く人多いです、はい、ほんまに。はで、だからなんかそういうミス何回もしてるからこそなるほど、もうなんかここは僕の中であの辺までで止めとったら、うん、まあ広いし、はあ、コース内に置いときたら、なるほど、まあ、こっちから行きたいみたいな。なんで僕と刺身はこう低い球で低い球いやすい、まあ、狙ってましたよね。狙ってまさかあれミスじゃないですよねそんなはずはないですよ。プロあプロです。引退してるけど一応プロですもんね。いやもうペースのいっちゃん下のもう丸みを帯びてるとこ当てますめっちゃランダムやさナイス、しけーマジめちゃくちゃ近い。ボンちゃんもめちゃ近いな。ほんまに入りよったんじゃんなんかな35ヤード58でおじいちゃんみたいな転がし方手前ワンクッションアイアンの音じゃなかった、うん。うまいなぁ、うん、まあ、ちょっと冬やからしゃあないですね。上からちょっと強く入った感じかな。こういうのこう本当アプローチがもう下手くそで、その番手選択とか もう人それぞれなんですか。でも58じゃないですか。58やと思うんですよ絶対。宗美さんフェードっすか。フェードです。フェードっすよね、はい、なんか僕も同じ匂いするんで、なんか今ヒゲはボンちゃんよりやけど、はい、ヒゲがそうですね。ヒゲおるんすそういったたまにはね、でも少ないですけどね、絶滅危惧ですけどでそのよりっていうのはそうなんかやっぱフェードの人やからこそ、ちょっとああいうところライとかでなんぼでもその上から入れれると思うんですよ。ああ上から刺さってで、まあ、今のやったらちょっと下ライ微妙やからちょっと差し気味になっちゃうから、うん、そうね、まあ、こうやってちょっと左行って飛んじゃうっていうパターンが、あめっちゃありますね、うん、ねあるよね。多分ライが悪い時ほどあると思うんで。あ確かになんか、まあ、僕やったんですけど最近やってるのはちょっとインサイドから意識して、はいはい、ちょっとこう絶対軌道は絶対インサイドから入れてこうできるだけさらっと打つように、刺さりやすいんですね。もうフェードの人そうですね、なんか刺すのが得意やから。得意ですね。だからなんかライ悪かったらもう上から行っとけば、うん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 、まあダフりはしないじゃないですか、はいはい、だからそれでちょっとこうガバッてこう左に行くんです。はい、行っちゃうんでっていうのも僕最近知りました。このホールこんな寄ったことないナイス。行くんだ。止まった。止まった。止まった。まだ分からん。まだ分からん。まだ分からん。すいません、お先です。お先行きます。はい、うまいです。うまい。ボギー。あでもこのホールはね、このホール結構難しいんで、ね、僕もこっからボギーなんであそう、うん、諦めてんねん。やばいやん諦め方バーディーパット近すぎやん。やばいおっとカップがずれたカップ動いた。俺のミスではないバリ頑固やんこの人。バリ頑固やん。バリ頑固やん。4番ホール特有ですね。カップシュッと動くんす。あこれ動くシステムある。気ぃつけや。わかりました気ぃつけるわ。ナイスバディ。ありがとうございます。ナイスバディです。ありがとうございます。すっげえ簡単いやいやあのたまたまですよほんまに。いやできすぎですけど、まあ、でもなんかグリーン外れてアプローチするところまで覚悟してたんで、はいはい、まあ、距離が距離だったんで、はい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 、94だからすごいな。近かった近かったですね。はい、ちょっとできすぎました。ここで終わり。ここで終わりですね。ここで終わり。はい、いや宗光さんもね、いや、まあ、本当上手ですね。スコアはね彼の中では不本意でしょうけど、はい、いやだいぶ、まあ、でもねほんま惜しいですよね、うん、なんかいいプレーされてるんで、うん、本当にいいプレー見せていただいてありがとうございます。いやいやでもいやいやいやとても刺激になっております。やっぱもう圧巻です。もうすごいです本当に。ボンちゃんが珍しく緊張しましたもんね、あのバーディーパット。ガチガチちょっと宗光さんに負けたらどうしようっていう、はい、ちょっと
パターでもボンボン入るイメージですけどね、ボンちゃんだけに合うなやっぱ福岡の人ちゃうわ。絶対僕ら言わんやつ言うた。滑ったんですかね今。いや大丈夫大丈夫大丈夫、流そうかとも思いました。拾いました。いやということで、まだ2ホール終わったんで、はい、また次回ということで、明日また上がるかな、はい、明日上がると思うんで、またぜひ皆さん見てください。宗光壮さんの、はい、ゴルフ TV の方もぜひね、はい、チャンネル登録とお願いします。高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。